タットは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州、バトラー出身。超大型のラフパワーファイターとして、WWF などで活躍し、1980年代は、アンドレザ・ジャイアントを相手に、巨人レスラー同士の構想を繰り広げた。カンザス州立大学を経て、プロのアメリカンフットボール球団に3年間所属した後。後キラー・コワルスキーに指示。 1972年に、コワルスキーの縁故により、ニューヨークの WWWF にて、チャックオコーナーのリングネームでデビュー。ミッドカード要員のヒールとして、アーノルド・スコラン、ソニー・キング、トニー・ガレア、ゴリラ・モンスーンらと対戦して、キャリアを積み、当時の WWWF ヘビー級王者、ペドロ・モラレスともたびたび対戦した。以後、NWA の、 各テリトリーを経て、1975年6月より、インディアナポリスのホアに参戦。1976年3月13日、オックスベーカーと組んで、ディック・ザ・ブルーザークラッシャー・リソワスキーから、ホア世界タッグ王座を奪取した。王座陥落後は、ニューヨークに戻り、黒覆面のエクスキューショナー2号に変身して1号の、コアルスキーと覆面タッグチーム。 ジェクスキューショナーズを結成。1976年5月11日、トニー・パリシアンド・ルイ・セルダンを下し、WWWF 世界タッグ王座を獲得。一行、チーフ・ジェイ・ストロンボービリー・ホワイトウルフのインディアンコンビと交想するが、同年10月26日、ニコライ・ボルコフに覆面を被せ、3人目のメンバーに起用して防衛戦を行ったために王座を、 剥奪された。1977年からは、キャプテン USA なる別名義の覆面レスラーとして、フリッツ・フォン・エリックが主催していたテキサス州ダラスの NWA ビッグタイムレスリングに登場。WWWF を共にサーキットしたブルーザー・ブロディと構想を展開し、7月25日にブロディを破って NWA アメリカンヘビー級王座を獲得。 8月19日には、ブルラモスと組み、ジミース・ヌーカージノ・ヘルナンデスから NWA、テキサス・タッグ・オーザをダッシュした。その後は素顔に戻り、リングネームを、ビッグ・ジョン・スタッドに定着させ、ジム・クロケット・ジュニアが運営していたノースカロライナの、ミッド・アトランティック・チャンピオンシップ・レスリングで活動。リック・フレアをパートナーに、1978年6月30日に、 リッキー・スティム・ボートポール・ジョーンズを破り、NWA ミッド・アトランティック・タッグ王座を獲得した。以降も超大型のヒールとして、同地区に定着し、ケンパテラとのタッグや、ブラック・ジャック・マリガンとのスーパーヘビー級構想などで活躍。マスク・ド・スーパースターの相棒となって、再び覆面をかぶり、マスク・ド・スーパースター2号を名乗ったこともある。 1980年はアワに進出して、マッドドッグバション、バロン・フォン・らしく、ディノブラ・ボーラと対戦。クラッシャー・ブラック・ウェルと、巨漢コンビを組み、グレッグ・ガニアンド、ジム・ブランゼルのハイフライヤーズとも構想した。同年10月には全日本プロレスに初来日している。その後も、各地で活躍を続け、1981年9月20日には、カナダのトロイントにて、 アンジェロ・モスカから NWA カナディアンヘビー級王座を奪取。ジョージア、フロリダ、ルイジアナなど南部の主要テリトリーも転戦し、フロリダではブルーザー・ブロディと共闘してダスティ・ローデスやブッチ・リードと構想を繰り広げた。1982年末より WWF と再契約し、フレッド・ブラッシーをマネージャーに迎え、 1983年1月22日の MSG 定期戦にてボブバックランドの WWF ヘビー級王座に挑戦。アンドレザジャイアントとの大巨人対決もドルバコカードとして東部各地で行われた。同年には新日本プロレスの IWGP リーグ戦第1回大会にアメリカ代表として出場。リングネームはそのままだが、 リーグ戦には当時 WWF でスタッドと交渉中だったアンドレザジャイアントも参加しており日本で両者がタッグを組んでいる写真などがアメリカで報道されることを避けるため覆面をかぶりマスクマンとして試合を行ったその後も新日本プロレスにたびたび来日し IWGP リーグ戦には1984年の第2回大会にも連続出場している この第2回大会は WWF でのスケジュールのため序盤のみの参加だった。開幕戦ではマスクドスーパースターとのマスクドスーパースターズ対決が行われている。1984年からはビンスマク・マホンジュニアによる WWF の全米進行がスタートし、スタッドモヒールの主力メンバーとして全米サーキットに参加。 ボビー・ヒーナンを新しいマネージャーにつけ、新 WWF 王者ハルク・ホーガンと各地で対戦した。アンドレとの構想も継続させ、1985年3月31日のレッスルマニア第1回大会では1万5000ドル争奪のボディスラムマッチを行っている。以降もキングコング・バンディとの超大型コンビでタッグ戦線でも活躍したが、タイトルダッシュの機会には、 恵まれず、1987年からしばらくリングを離れ俳優業に進出。1988年の後半にベビーフェイスとして WWF に復帰し、1989年1月15日のロイヤルランブルでは優勝を飾ったが、前世紀のような活躍は果たせず、同年の夏に WWF を離れ1990年に引退した。 その後も単発的に俳優活動を続けミッキー・ローク主演の映画ハーレー・ダビッドソンマルボロマンなどに出演している1995年3月20日ホジキンリンパッシュによる悪性腫瘍の試し去47歳没2004年には長年の功績を称え WWE 伝道に迎えられたありがとうございます